準決勝の振り返りですけども、山本周平選手の番手からの競争でしたが、そのあたりというのは振り返ってはどうですか？周平がかなり車間を空けて、後ろの飯田さんを牽制してのレースになったんですけれども、やっぱり、最後もうちょっと僕が残してれば、残せる技量があったらよかったなっていうレースだったですね。秋元選手、決勝戦ではどのように戦っていきましょう？はい、東京3社の先頭なんで、ちゃんとラインから優勝者が出せるように、僕が一番優勝したいですけど、ちゃんとラインの誰かが優勝できるように組み立てたいと思います。明日は飯田さんと力勝負できるんで、結果はどうであれ楽しみでしかないですね。まずは準決勝いかがでしたか？大方の予想通りの展開だったんで、ちょっと苦しかったですね。決勝戦での戦い方、教えていただけますか？もう2分戦なんで、いけるところからしっかりいきたいと思います。4場所連続 V 見えてきてますね。いや、もうその辺は意識せずに、頑張りたいですね。約1年ぶりのこの立川バンク、走ってみてはいかがですか？やっぱそうですね、寒さと風と距離とちょっと長いなって思ってます。そうですね、東京とはちょっと別でわがまま言わせてもらって、自分短期で好きなように走らせていただくんで、チャンスがあればと思ってます。確か直線が長いのでチャンスありそうですね。そうですね、チャンスあるといいんですけど、そこを狙っていきたいと思います。準決勝ですが、上原選手の先行の番手となりました。後ろついていてはいかがでした？いや、もう本当につくだけで精一杯なんで、本当に苦しいレースでしたね。決勝戦ですが、戦い方教えていただけますか？東京3人の番手に行かせてもらいます。この12月の時期のこの立川バンク、いかがでしょう？そうですね、もうどこの競輪場よりも重いと思っているので、そこら辺は頭に入れたいと思います。二頭周選手の番手からの準決勝でした。振り返ったらいかがでしょう？そうですね、すごい強いポテンシャル高い子なんで、もうその辺分かってたので、抜けるか抜けないかの勝負だと思ってたんですけど、自分が抜いて1着だったっていう、ただそんだけですね。決勝戦の戦い方、教えていただけますか？はい、また飯田君がいるので、その番手に行きたいと思います。明日も、難関でワンツースリーできるよう、全力を尽くします。応援一つお願いします。この地元戦での2走を振り返っていかがですか？連日ラインのおかげで、いい成績が残せてるんで、本当ラインのおかげだし感謝ですね。最強で4人で話し合って、僕は柿本君、鈴木健二さんの3番手で戦うことになりました。3番手で、東京の誰か優勝できるように3人で頑張ります。以上です。まずは準決勝振り返っていかがですか？はい、もう前が強いので、まずはしっかりついていくことだけを考えてました。はい、川口選手の決勝戦での戦い方、教えていただけますか？はい、初日同様、静岡の3番手をしっかり固めて、ラインで決めれるように頑張りたいと思います。そうですね、明日静岡の3番手ですけども、もうラインがとてもしっかりしているので、自分も十分チャンスあると思います。頑張ります。応援よろしくお願いします。